どうも皆さんおはようございます。リンクスニュースのお時間です。本日はですね、2020年の12月の19日ジャンプフェスタ2021のデュエルリンクスの最新情報というのが、3つほど発表になりました。こちらのね、最新情報を分かりやすく簡単にまとめてご紹介していきたいと思います。早速やっていきましょう。今回の情報は下記公式チャンネルより引用させていただいております。デュエルリンクスの今後の予定、4周年記念キャンペーンスタート。2021年の1月の12日、4周年記念として、なんとオルタナティブがカードとして実装されることが決定しました。今まではスキルでしか実装されていなかったんですけれども、こちらカードとして実装になります。これによって何が起こるかと言いますとですね、あの皆さん、ドラゴン目覚めの戦慄っていうカードご存知ですか？戦慄がね、最強カードになるんですよ。まあオルタナティブっていうのは、あの元々の効果で、あの手札の正眼を相手に見せつけると特殊召喚できるよっていうカードなんですけども、戦慄って1枚でこの正眼とオルタナティブを持ってこれるカードなんですね。だからこの戦慄がめちゃくちゃ強くなるっていうことと、もちろん戦慄のコストでね、太鼓を捨てるなんていうことしたらもう宇宙ですよ。さらにあのオルタナティブは、あの今までスキルでしか出せなかったんですけれども、これでカードとしても出せるんで、一旦にあの簡単に2回オルタナが出せると、あのいったところ、まあ、あの1体目相手のモンスター1体オルタナで破壊して、で2体目普通にカードであのオルタナ見せつけて出してもう1回破壊してみたいなことができるんで、あの今までも、まあ、一応工夫すれば一旦2回オルタナ出すってことができましたけども、簡単に一旦2回オルタナっていうね、オルタナティブオルタナティブができるといったところで、これはかなり強いと思います。で嬉しいのは、あのスキル進化した最強ドラゴンっていうスキルをね採用していると、オルタナティブを出すことは今までできなかったんですけども、こちらのあのスキルを採用した正眼デッキもオルタナティブを特殊召喚できるようになるというのはかなり嬉しいですね。あのあっちのデッキも戦列入ってるんで、あの戦列で正眼2体を持ってきて融合するか、戦列で正眼とオルタナティブを持ってきてオルタナティブ出すかっていう選択肢が出てくるんで、これかなり強いと思います。さらにプロテクターの配布、ジムの配布、チケットの配布も同時に行われるといったところ、優しいですね。さあそして新ストラクチャーの発売、4周年記念と同日、2021年1月の12日、こちらに正眼ストラクが発売決定しました。ブルーアイゼックってストラクチャー出しすぎなんですよね、正直。もう2何個目だ、2個目ですかね。もうちょっとね、他のテーマにも光を当ててほしいなっていう、まあ人気テーマなんでね、ちょっと仕方ないかなといったところで、ここであの今までスキルでしか出せなかったツインバーストがカードとして実装されることが決定しました。まあ問題としてはですね、太鼓とか調和とか、あの白切れるとか持ってる人結構いると思うんですよ、すでに。なのでツインバーストのためだけのストラクチャーになるんじゃないかっていうことが懸念される事項ですかね。ストラクチャーの内容はちょっとまだあの定かじゃないんで、例えばね、トレードインとか、復活の復印とか、あの正眼デッキおなじみ の超パワーカードが実装される可能性もあるんですけども、一応今のところ見えてるだけではもうすでに実装済みのカードが入ってるみたいな感じなので、ちょっとなかなか、どうなんだろうなみたいなところはあります。すでにやってる人にとってはね、まあ、新規層には嬉しいっていうところですけど、まあ多分ね、ストラクチャーって結構新しく始める人のためのなんかものだと思うので、まあ多分これこの今画像で見えているカードプールがマックスなんじゃないかなと、いつものコナミさんのやり方を見ていると僕は思ってるんで、まあいい意味で期待を裏切ってくれることに期待したいですね。そして3つ目、こちらがすごく重要、マスターデュエル括弧仮を制作中ですよということが発表されました。このマスターデュエル括弧仮、何かっていうと新しいデジタルカードゲームのタイトルらしいんですよ。要するにですね、マスタールールでやるリンクスみたいなゲームを開発しているよっていうことです。まあ例えて言うなら、昔あった遊戯王オンラインとか、まあLOTD とか、あんなようなね、感じのイメージなんじゃないかなと思うんですよね。でデュエルリンクスはスピードデュエルなんで、ライフが4000じゃないですか。でフィールドが3枠で、エクストラモンスターもないと、マスタールールっていうのはライフが8000あって、まあ、OCG と同じですね。フィールドが5枠あって、エクストラモンスターゾーンがあるっていう、こういうルールだと思うんですけども、このマスタールールを使ってオンライン対戦するっていう、まあ、デジタルタイトルを今開発しているよということが発表になりました。で、新しい情報は来年中に、どんどん出していくことになるだろうと
でマスターデュエルについてはどこのねプラットフォームで開発しているか分かんないんですよ。まあスマホなのか PC なのか、スイッチなのか PS5 なのかちょっと分かんないんですけども、全世界に向けて開発しているよということでした。さあリンクスニュースはここまでにして、今回はこのマスターデュエル（仮）について、まあ、僕が気になった点と完全に個人的な予想をしていきたいなと思います。まず気になる点なんですけども、リンクスはどうなってしまうのかっていう、そういう問題ですね。あの実はですね、デュエルリンクスをプレイしている層と OCG をプレイしている層って結構違うことが多いんですよ。意外とリンクスはやっているけれども OCG はやっていない、またはその逆っていうのもかなり多くいます。なので個人的な予想なんですけども、リンクス自体のサービスが、まあ、なくなるということは直近ではないと思います。はい、まあ、もちろんね、多少ねマスターデュエルに流れたりとか OCG からマスターデュエルやる人とか、あとまあその逆もしかりいるとは思うんですが、直近ですぐなくなるっていうことはないと思います。ではなぜこのサービスが、開発することになっているのかっていう、まあ、話をするんですけども、これもね完全予想なんですけども、リンクスの売り上げって実は最近低迷してるんですよ、かなり。アップストア の、 あのランキングとかを見ていてもそうなんですけども、かなり下の方になっていて、で、あの売上予想みたいなのを見てもだいぶ下がってるんですよね、その2年前とか1年前に比べると。なのでおそらくなんですが、その遊戯王という、コンテンツをどうやってマネタイズしていくかっていう話になった時に、 OCG、 リンクス、そしてマスターデュエルっていうこの3つでマネタイズしていこうっていう、まあ、そういう戦略なんじゃないかなと個人的には予想します。要はマスターデュエルっていう新コンテンツを作ることによって、なんか一度で遊戯王っていうコンテンツ一度で3度美味しいみたいなね、まあ、そんな感じのねなんかイメージになっていくんじゃないかなと思うんですよね。でプラットフォームが何かっていう問題なんですけども、マスターデュエルはねどんな媒体でプレイできるのちょっとまだ分かんないんですよね。リンクスのようにスマートフォンとか PC、でできるようになるんじゃないかなと個人的には予想してるんですけども、まあ、スイッチあたりももしかしたらあるかもしれないですね。PS5 っていう線も一応あるんですけども、多分ね据え置き専用にしても遊戯王ってなかなか流行んないと思うんですよ。まあ LOTD とかもそうでしたけども、理由はいろいろありそうですけども、家に帰ってそのゆっくりモニターを見ながらなんか腰を据えてプレイするようなゲームじゃないんですよね、多分遊戯王って。なんで基本スマホとか PC でプレイできるように開発されるんじゃないかなと個人的には思っています。でカードの入手方法がどうなるかっていう問題についてなんですけども、これかなりね不安な要素ですね。リンクスのようにカードをデータとして売り出すと思うんですよ、マスターデュエルもね。そうすると僕個人の予想なんですけども、まあ、実物のカードがありますよね、まず。そしてリンクスのデータがありますよね。でマスターデュエルのデータっていうのがありますよね。だから同じカードをその3つの媒体で入手しなければならないっていう事態に陥る可能性があるんですよ、今の現状だと。だから例えばブルーアイズが欲しい、普通にカードとしても買うし、リンクスのデータとしても課金して買うし、マスターデュエルのデータとしても買うみたいな、同じカードなのに3回課金しないといけないみたいな状況になるんじゃないかなと思うんですよね。もしかしたらリンクスをやっていた人とかリアルカードやっている人にとっては多少カード引き継いだりとかいう可能性はもちろんあるんですけども、ただ、まあ、それやってしまうと完全新規層から不満が出そうなんで、まあ、僕の個人的予想ではマスターデュエルはマスターデュエルとして新しくストラクチャーとかパックとかなんか出してきそうなんですよ。そうするとそのなんかペースが、まあ、最初期のリンクスのようになるのかもっと早いのか分かんないですけども、その3つの媒体で同じカードを入手するために課金しないといけないっていう現象が起きるんで、結構辛いかなと思いますね。今後ね、もしかしたら実物のカードをしたいそう、 OCG をしたいそう、リンクスをしたいそう、マスターデュエルがしたいそうみたいな感じで、3分割なんていうことも生まれる可能性はあるかなと思います。まあちょっとね、まだ分かんない情報がいっぱいあるんで、今後のちょっと情報の解禁に期待したいなというふうに思ってます。個人的にはリンクスの課金量結構えげつないんで、マスターデュエルも課金しろって言われると結構きつい。でもコナミさんは言ってきそう。まあでもこのサービスが開始されて、まあ、昔遊戯王やってた人が戻ってきてくれたりとか、ちょっと離れてた人が戻ってきてくれたりとか、そういうことがね起きるのであればもう大歓迎なんで、もう全然問題ないかなというふうには思っています。皆さんもぜひどう思ったかコメント欄で書いていただければというふうに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。